どうもこんにちは。美術をもっと楽しもうをモットーに動画投稿しています小柳先生です。今日も元気に楽しく絵画の解説していきます。もし動画をご覧いただいてちょっとでもいいなって思われた時にはチャンネル登録お願いします。いちいち探さなくても新しい動画がいち早く届く仕組みになっております。よかったらお願いします。では本日ご紹介する絵画はこちら、アングルの泉です。来ましたね。ようやくといった感じでしょうか。このチャンネルの動画の中でも何度となく出てきている割には一切丁寧に触れられることもなく、なんなら印象派が時代を打ち勝ったんです。だってその頃の絵画ってこんなんなんですからっていう、ちょっとしたディスりを含めた扱いを続けてしまいました。天国にいるアングルには心からお詫び申し上げたいと思います。でもそのアングルがその時代を代表する画家であったのは事実、そしてこの泉がやっぱり名画なのも事実なんです。というわけで今日は新古典主義の守護天使アングルを追ってみたいと思います。では今日も楽しく美術トラベル。ではこの絵は19世紀にフランスで活躍した画家ドミニク・アングルの泉という作品です。今はパリのオルセー美術館に所蔵されていますね。さてこのアングルという人、人生はまたそのうち特集しようと思ってるんですが、とりあえず新古典主義の化身みたいな人なんです。ということで今まで何度となく出てきている新古典主義っていう派閥なんですが、ここいらで本格的に取り上げてみようかなと思います。新古典主義が出る前の18世紀フランスの絵画界はロココ時代が最も主流でした。このロココも多分今回初かなと思うんですが、まあ要するにこんな感じ。これはフラゴナールのブランコってなんですが、享楽的でチャラチャラしてて貴族趣味でって感じ。さてそんな絵が席巻している頃起こるのがフランス革命です。食べるパンすらなくて苦しむ民衆をよそ目に贅沢三昧を繰り返す王侯貴族たちに民衆はブチギレ。彼らが怒り狂って時の王様ルイ16世とマリー・アントワネットを処刑してフランス革命は終了しました。でもそんな怒り狂った民衆の怒りはそう簡単には収まらなくって、やり玉に上がるのがこのロココ絵画なんです。貴族たちの館に貴族名出てこいって言って乗り込んでいくんですが、貴族たちはもうそれを察知して国外に逃亡してるんです。そしてそんな彼らのお屋敷に入って民衆たちが見たものっていうのがこんな享楽的な絵画、チャラチャラしてて内容なくって、自分たちがこんなに惨めな思いで生きてきたのに貴族のやつらはこんなしょうもない絵画に囲まれて暮らしていたのかって言ってロココの絵画はそこで焼かれていったりするんです。こんなチャラチャラしてアホみたいな絵ばっかり描きやがって、絵画ってのはなもっと知的で倫理的なものじゃないとあかんねん、絵画は新しく古典から生まれ変わるぞって言って新古典主義が誕生するんです。本当名前だけ見たら新しいんか古いんかどっちやねんって感じでしょ。まあそういうことですね。なので新古典主義はルネッサンスの絵画とかルネッサンス絵画のお手本になった古代ギリシャローマ時代の絵を基盤にしてるんですね。ちなみにその頃イタリアの古代都市ポンペイっていうのが発見されましてね、世界が古代遺跡に関心を寄せていたってところも古典に走った原因って言われてますね。そしてそうやって新古典主義がフランス絵画界を乗っ取ってアカデミーの名前とともに画像を築きます。その第一線で活躍したのは新古典主義の独裁者的存在だったダビッドです。このナポレオンなんかも古代彫刻のような威厳が感じられますよね。でも時間が経つとそんな新古典主義に反旗を翻す人たちが出てくるんです。それが規律規律ばっかり言うて面白くない、もっと地湧き踊るロマンやでっていうロマン派でしたよね。このドラクロワの民衆を率いる自由の女神なんてまさにそうじゃないかなと思います。そうやって新古典主義とロマン派は長らく拮抗、でもどんどんロマン派に押し任されそうになってくるんです。
が、そこに新古典主義の守護天使のように登場するのが今回の主役アングルなんです。では絵をご覧いただきましょう。この絵はアングルが40歳頃描き始めて、完成したのは76歳の頃、最後は弟子の手によって完成されたと言われています。美しい乙女が岩の裂け目に立ち、何とも言えない表情でこちらを見つめ、素晴らしいプロポーションを晒しています。さて、この乙女は誰なんでしょうか。このチャンネルをご覧いただいている方は、この時代に裸の人間の女性はタブーだから、まあ神様かなんかかなって思われるんじゃないかなと思います。そうですね、それは正解なんですが、それってどうやって生きれるんですか。全身ご覧いただいても生身の人間のように見えると思いませんか。でもそれはこの足元をご覧いただければわかりますね。彼女水に浮いてるんです。これはどういうことかっていうと、彼女は泉っていうものを象徴的に表した寓意なんです。西洋画では昔から川とか植物なんかを擬人化することがよく行われてたんですね。だから水に浮くってことは彼女は人間じゃない、泉のせいなんだ、じゃあ裸 OK じゃん、でも何でもあり。さて、そうやって見ると彼女の体は生身の人間に見えないように当時のラフのルールにのっとって描かれているのがわかります。まず彼女の体をゆっくりご覧いただくと、彼女の体とってもすっきりしていて、無駄なお肉なんかどこにもついてないんです。やっぱり泉のせいに贅肉があってはいけないんですよね。そしてシワもない、ほくろもない、イボもない、傷跡もない、それから体毛もないんです。脇毛もない、すね毛もない、いけない毛もありません。もうトゥルトゥル。この絵のモデルはアングルの住んでいた集合住宅の管理人だった16歳の若い娘だったということが分かっています。彼女の体にもきっと何かしらはあったんでしょう。でも全て取り除かれてるんです。これがまさに当時のアカデミズムの考え方なんです。絵画にラフを描くときには彼女が生身の人間ではない証拠を描く必要があります。この場合では水の上に立たしていますよね。じゃあ人間じゃないよね。そして生身の人間じゃないなら理想的な形態のはずだよね。ってことから、理想化された究極に美しいフォルムを描くこと、そうやって彼女が人間でないことが決定したなら、もう何さしても構いませんよ。皆さん、この絵無理があると思いませんか。何があって。それは坊主。彼女は陶器の壺を抱えているんですが、こんなのねかなり重いはずなんですよ。なんて言ったって水が流れ出てるってことは中に水が入ってるんですからね。本来彼女はこうなんですよ。でもね、なんてことない、澄ました顔でシュッとしてるでしょ。だって泉のせいだもん。でもやりたい放題。この壺から流れる水は泉から湧き出る水を表現しているんですね。そしてこの湧き出る水は詩のインスピレーションとか、古典文学の中では芸術の女神ミューズに捧げられるものとして表されています。彼女の足元には2つの小さなお花がありますね。これはそれらを引き抜こうとする男性への脆弱性、つまりまあ可憐さが表現されていて、彼女が立つ水面は私たち鑑賞者の方まで続いていて、この絵との境界線になっています。私たち人間には決して立ち入れない完璧な理想の世界がそこには広がっているんですね。いかがでしたでしょうか。この絵はアングルのアトリエでお披露目されるんですが、熱狂的な支持を受けて迎え入れられました。そしてやっぱり新古典主義の最後の守り人の役割をしっかり果たしたわけですね。でもやっぱり規範的な見た目だけの完璧な美よりも本質がもっと求められるように時代が変わってくると、アングルの評価は覆されるんです。コローもドラクロワもセザンヌも、彼は形態の美しさを追い求めるあまり魂を入れることをしなかったっていうような評価を下すんです。ただそこで唯一アングル擁護派に守るのが動画。もうやだ。では本日の動画はここまでになります。ちょっとでも面白いなって思われた方は
ここ押してみてください。なんと一発でチャンネル登録できるようになったんです。皆さんの応援で成り立っているチャンネルです。ご協力お願いします。では明日の夕方6時にまたお会いしましょう。バイバーイ。